榎本達也榎本達也は東京都練馬区生まれ埼玉県わらび市育ちの元サッカー選手。ポジションはゴールキーパー。兄の影響で小学校1年生時にサッカーを始める。1996年に埼玉県選抜として国体に出場し大型 GK として注目を集めた。浦和学院高等学校を卒業後の1997年横浜マリノスに入団。 1998年、U-19 日本代表において、騎野の両、蘇我畑仁氏との定位置争いを制し、AFC ユース選手権で準優勝。翌年開催のワールドユース出場権を勝ち取ったが、u 2 2日本代表政治1には、南優太が据えられたため、出場機会を得られずに終わった。2000年8月5日、J1 セカンド大発節化しませんで負傷した。 聖 GK、政治系川口農活に代わって、リーグ戦初出場。その後川口の復帰により控えに戻るも、2001年10月には、川口が退団したためクラブでの定位置を得た。直後にあったナビスコカップ決勝戦では退場者を出す。苦しい展開の中、岩田の攻撃を礼風。PK 戦でも相手 PK を3本止める活躍を見せ、大会 MVP に輝いた。 2004年に行われた浦和とのチャンピオンシップでは、PK 戦で、相手 PK を2本止め J1 連覇に貢献。2005年以降は、榎本哲也とのポジション争いで、出場機会を減らした。2007年、ビッセル神戸へ完全一席。2008年からは副首相を務めた。治 GK として、活躍を続けていたが、2010年4月の浦和戦で、 中心性経髄損傷によって離脱。夏場にかけて復帰するも、J1 第20節山形線及び、同22節京都線で、退場処分を受けるなど振るわず、監督交代を境に、第23節以降は、特殊健太からポジションを奪われた。同シーズンをもって、神戸との契約を満了。2011年、徳島ボルティスへ完全一席。副首相を任されるも、 同年2月の練習中に、左アキレス腱断裂。同年10月の J2 第31節京都戦で、復帰し、果敢なプレーを見せたが、おすんふんから、聖 GK の座をダッシュするにはいからず、通年4試合の出場に止まった。2012年は、背番号1に改め、おにわって、開幕から、聖 GK を務めたが、チームの状態が上向かず、中盤戦にはベンチに降格。 終盤戦には、ベンチ外となり、同年限りで対談。2013年、栃木 SC へ完全一席。神戸在籍時の指揮官であり、サッカー官が似通っていて、肌に合う、という松田博監督によって、政治 EK に据えられた。松田が退任し、坂倉雄二が監督に就任した2014年は、鈴木智之が政治 EK に据えられたため控えとなったが、 出場間隔が開く中でも安定感を失わずにプレーしかし、高年報と年齢がネックとなり契約満了を迎えた。12月3日、トライアウトに最年長選手として参加した。2015年 FC 東京へ完全一席。第 2GK としてベンチ入りを続け、8月以降は離脱した聖 GK、ゴンダ周一に代わって5年ぶりの J1 リーグ戦出場を果たした。的確な判断とポジショニングで講師を続けていたが、ナビスコカップ準々決勝、鹿島戦では、自身のミスから大敗を招き以後は、新加入のブラダアブラモフにポジションを明け渡した。2016年は、ベンチ外になる試合も多かったが、たとえ控えでも自分がチームを支えているという自負を持って、先発選手を送り出す姿勢は、 他の選手に大きな影響を与えた。同年末、契約満了により退団。2016年限りで現役を引退し、2017年より FC 東京普及部コーチに就任。2017年4月11日には、ブラインドサッカー強化選手にも選ばれた。ありがとうございます。